皆さんこんにちは、大分の高知親方です。今回はアイドルハロプロの写真集の話題です。もう恒例になってきましたね。今回は我らがハロプロリーダー、そしてモーニング娘。現在2-0のですね、リーダーであります福村瑞希ちゃんの写真集でございます。昨年ワンナイン時代にリリースされました写真集他者を、こちらですね、2020年10月に電子書籍でリリースされました。私はその電子書籍版を今回購入いたしました。それを見た簡単な感想と、福山瑞希ちゃんについて、自己紹介という簡単な紹介と、そして私自身の思い出をご紹介いたします。毎度ですね、個人的な内容ではございますが、皆さんお一人でも多くの方に、ハロプロですね、モーニング娘。そして福山瑞希ちゃんのことを知ってもらえたら幸いという思いで、更新をしておりますので、どうかお付き合いよろしくお願いいたします。最初に福村瑞希ちゃんのですね、プロフィールを簡単にご紹介いたします。1996年10月30日生まれの大型です。今私収録しているのは10月の27ですね、工藤遥香さん誕生日ですけども、3日前です、誕生日の。くしくもですね、私親方の誕生日が10月の31日生まれでございまして、1日違いなんですよ。で、27が工藤遥香ちゃんで、29日がつんくさんで、10月30日がこの福村瑞希ちゃんで、私が31ですから、もしかしたら私もハロプロの申し子なんてね。東京都出身でございます。で、ですね、2011年のですね、1月の2日に、モーニング娘。に加入をされました。で、現在はモーニング娘。2-0 のですね、リーダーと、このハロプロ全体のリーダーも務められています。モーニング娘。には9期として加盟しました。当時はですね、ハロプロの研修生ですね、当時名前はエッグと呼んでたんですけども、そのエッグからですね、昇格したんですよ。本当はオーディションで3人取って、その発表のお披露目会の時ですね、つんくさんからサプライズで発表されました。キーワードはですね、福村降りておいでですね。この福村降りておいではもう伝説でございますので、ぜひネットで検索してご覧ください。あとですね、もう一つ福村ダッシュというですね、前のリーダー道重さゆみさんの最後のライブで、福村みずきちゃん次のリーダーですよね、そのね、伝説的なシーンもありますので、こちらもネットで検索をお願いいたします。福村みずきちゃん、私とか他の皆さんも言いますが、一言、もうお嬢様な雰囲気なんですよね。この大人的な感じで、中学生ながら昭和の団地妻と呼ばれてて、それをコンセプトした動画も捉えたぐらいなんですが、とにかく大人らしいですね、この魅力を感じるというのが、今回写真集でもポイントになります。そんなお嬢様の性格ながら、ペットも猫とか飼ってますけれども、一つですね、カニラというカニのペットを飼ってる、このね、面白いところ、結構可愛がってますけれども、これ福村瑞希ちゃんらしいな、面白いというか魅力的なところでございます。で、やっぱりハロプロリーダーということもありまして、このハロプロのことが大好きなんですね。例えばハロプロの例えばソロフェスって、この間ですね、52人がパフォーマンス一人ずつやったのがあったんですが、その副音声で、ハロプロ好きなですね、女優松岡茉優さんと福村瑞希ちゃんが副音声でですね、一人ずつメンバー紹介とか解説曲のね、感想を言ってましたけども、その時にもですね、福山瑞希ちゃんは、このメンバーはですね、この時写メを一緒に撮って、なんかみんなと喜んでたみたいですよとかですね、いろんなエピソードがパッと出てくる、これ本当素晴らしいですね。さすがハロプロリーダーですし、そもそもハロプロリーが好き、ね、去年の2019年のですね、全国同着司会冬の分もですね、行き先を決める時のクイズで、アンジュームの上國料萌ちゃんがプロフィール欄に書いている好きなスポーツだった瞬間、すぐはいバスケットボールって答えたぐらいですよね。もうさすがだと思いました。特にですね、もともとベリーズ工房の嗣永桃子ちゃんがですね、大好きでして、もとにかく好きすぎて変な目で見るので、着替えの時はですね、部屋を分けられるというぐらいですね、すごいもう対策を取られたそうです。次の画面でですね、ポンと出てきますので、そのね、福村瑞希ちゃんがいかにハロプロと、そして桃地が好きか、ご覧あれ。2番目ですが、今度福村瑞希ちゃんと私との出会いというか交流ですね。2020年10月時点では、過去4回、お世話になってます。まず最初が、モーニング娘。ですね、ワンナインですね、2019年6月に行われました全国同時握手会
ZDA の福岡でお会いしました。まあ私も本当予備知識なくですね、あの中学校時代に好きだったモームスが今お触りできる時代だと勝手にミーハーな気持ちでですね、まあ福岡に行ったんですけれども、その時にですね、まあ3人いて、福山みずきちゃん、牧野まりあちゃん、そして森戸千咲さんのね、3人がいました。で、最初に握手したのがこのそれこそ福山みずきさんで、まあそのハロプロでですね、初めて握手と会話をしたというのがまさにこのハロプロ、当時ハロプロリーダーになったばっかしですけれども、このリーダーの福山みずきちゃんということを今考えると、まあ、ものすごい好待遇といいますか、本当に縁があって嬉しいことだなと思います。そのハロプロのトップの方が最初の私の握手の相手だったということで、最初も私も全然福山みずきちゃんのこと、名前は聞いたことあるけども、どんな人か知らなかった。で、まあ会った時に、まあ、私が一言最初にありがとうございましたら、福山みずきちゃんはありがとうございますって言って、本当大人な対応でしたね。余談ですけども、私がそのハロプロのメンバーを生で初めて見た人は OG ですけども、高橋愛ちゃんでした。まあ同い年なんですけども、唐揚げ USA というのを、まあ、大分を舞台にした映画の、まあ、発表でですね、大分に来たんですが、まあ初めて目にかけたハロプロのメンバーもですね、まあ、モーニング娘。リーダーということで、なんか私自身は本当に貴重な、なんかこうリーダーというね、なかなか慣れない存在の方とお会いできるというのがすごく縁を感じてるなと思っております。2回目にお会いしたのがそれから約5ヶ月後ですね、モーニング娘。ワンナイン2019年秋のツアー、心の体の大分宇佐公演 USA 公演でございます。こちらで、まあ、モーニング娘。ワンナインのメンバー14人をはじ、ね、のパフォーマンスを初めて見ました。で、福山みずきちゃんはですね、この中でですね、MC で、なんか、個別握手会したときに、大分の子がいてくれて、その大分の子が、今度は大分で、マッチョンケンって言ってくれたことが嬉しかったと。マッチョンケンっていう大分弁がですね、可愛かったということで、印象に残ってる。まあ、このね、エピソードも本当に嬉しかったです。で、さらに、後年、DVD マガジンもですね、出ましたけど、この大分 USA 公演。で、この USA 公演はですね、最後アンコールのところが USA USA でコールしたんですよ。これもうみんなメンバーなんで USA なんだと驚いてたんですね。まあ大分の宇佐という地名がアルファベットというかローマにすると USA だったからそのコールして、私も実は USA コールしてた側なんですけども、後にですね、その DVD マガジンをのリリースの時にですね、ラジオかなんかでですね、福山みずきちゃんが大分公演のですね、USA っていうのは本当にね、印象的で、私も結構 DVD でもなく取り上げられてるほど印象的だったんですよということで、まあ、大分の公演のことを覚えてくださっている。これね、本当に嬉しかったと思います。で、3回目にお会いしたのが、そのツアーから1ヶ月後、またですね、全国同時握手会、今度12月に行われました。で、これででもですね、福岡に私行きましたが、この時がまた福村瑞希ちゃん来てまして、で、牧野まりあちゃん、岡村ほまれちゃんという、本当、ベテラン、中堅、新人が揃った、もう、背が高い、美人な3人が揃った。で、これ嬉しかったですね。その中で福村瑞希ちゃんと握手をしました。で、今回は逆にですね、福村瑞希ちゃんが最後だったんですね。3番目に握手するんですけども、最後は福村瑞希ちゃんがこう、ピシッとこう握手する前に背筋を組みました、お互い。そして、心込めて、ありがとうございました。って言ったのがですね、本当にまた心温まると言いますか、さすがリーダーですね、こう最後の締めをしっかりされてるなということで、やっぱ福ちゃんはね、この、まあ、マリアもね、だいぶ大人になってますけど、ホマちゃんはまあ特に中学生でもう本当、はつらつと若い感じですけど、福ちゃんはこう大人な魅力がね、本当に醸し出されてるなと感じました。そしてですね、4回目に会ったのが、今年のですね、夏のハロコンで、まあ、那覇パフォーマンスを見ました。これ A チームにですね、所属してまして、で、大阪のハロコンに行ったんですけど、大阪ではなんと福村瑞希ちゃんがトップバッターでした。平井堅さんの曲をですね、歌うんですけど、最初はちょっと緊張してたんですけども、このね、福ちゃんはやっぱりこの歌面ということもあって、こう、つんくさんもね、その、なぜデビューさせたかっていうところで、なんかね、この福村の声にはね、こう、上とか、悲しみとかね、切ないっていう表情が入っていると。まあ、モーニング娘。そういうね、上とかに飛んだ悲しみとか、
こう切なさとかいうのをですね、悩みとかをですね含んだグループであるからですね、それがまさに似合っているということで、このフグちゃんのですね高くて切ない声というのがこう徐々にですねこう会場に響いていって、ああフグちゃんすごいな、トップバッターでやっぱリーダーは、まあ、貫禄があるなというふうに感じました。ぜひね、生で福村瑞希ちゃんの歌声を聴いていただければ、うっとりしますね。それでは3番目ですね、いよいよ写真集他社の簡単な感想をご紹介いたします。先ほどもご紹介いたしましたが、2019年10月30日福村瑞希さんのですね23歳の誕生日にリリースされました。ロケ地はですね台湾で撮影されてました。結構モーニング娘。とかハロープロ台湾に行くことも多いんですが、まあ、街中とか海ですね撮影をしております。まあ形容詞とか名詞で表すのであれば、お嬢様、妖艶、マシュマロプリンセスという言葉がですね本当に似合いますね。例えばですね、こう台湾の街中でこうワンピース着てですね、こうスライドショーっていうかですね、こうスナップショットもあるんですが、本当まあ少女っぽくもあるんですけども、やっぱりこう落ち着いた大人な、ね、お嬢様という感じ、なんか育ちの良さを感じさせるような、こう落ち着いた笑顔のですね雰囲気を感じられます。で、まあ、水着のシーンもあるんですけども、結構紺とか白と、まあ、白も多いですけど紺とかですね、大人な雰囲気の色の感じの水着が多くてですね、これもちょっと色っぽいというか、お姉様やこう妖艶な感じですね、こう少女がとか若いね、っていうよりかこう大人びた感じでですね、これちょっと大人の魅惑を感じますね。そしてですね、まあこのね写真も見ていただきゃ分かるんですけど、まあね、バストも後ろに大きくてですね、基本的にこうふくよかな感じですよね。今もさらに痩せてますけどもね、細くなってますけども、このねグラマーな感じというのがですね、ほんとこれまた大人な感じがしますよね。まあ、マシュマロさんにですね、ネット上ではマシュマロプリンセスというね形容詞がありますが、本当まさに福ちゃんマシュマロプリンセス、このね魅力的なですね感じがいいんですよ。まあこれね、男性陣はもうついね一からよってなりそうですね。まあ私も体格グラマーな体格ですよ、一応ですね。でまあ写真集ね何枚かありますけども、まあ、私の親方的な、ベストカットはですね、まあ、ベッドの上で撮影してるんですけども、背中がねパックリ開いたこうラグジュアリーというかですね、この服がですね、もう背中がもう丸見えなんですよ。これはねまず大胆、これでねやれるメンバー、ハロプロメンバーいないですよ。多分もう福ちゃんだからこそできるこのリーダーねというところもあって、でこう大人びた感じでですね、こう豊満な美しいボディということで、これねこの大胆なショットはね、ぜひ皆さん写真集ご購入いただいて絶対見るべきだと思います。福ちゃん攻めてますね。まあいろいろですね、本当この一冊見てですね、基本的にはこう大人なお嬢様な感じですよね。これでこうハマっていくと、どんどんじゃあ福村瑞希ちゃん他の姿どんな感じなんだろうとかですね、他の写真集もねこうぜひね見たくなるような、本当にまあビジュアル面でございますから、このね大人びた福ちゃんをねぜひ皆様ですねご覧いただければと思います。ということでですね、非常にまあ簡単な福村瑞希さんの紹介と写真集の簡単な感想をご紹介いたしました。2020年のですね10月30日でですね、福村瑞希さんも24歳年女ですね、お誕生日を迎えられます。誠におめでとうございますね。これからもぜひぜひ、まあ、25歳、ね、永遠札なんか、ね、定年札とかありますけども、で、まあ、つくくさん曰くですね、1、2年でリーダーの座を譲って、40歳ぐらいはいてもいいんちゃうみたいなことを言われてますけどもね、ぜひ、これからもハロプロとかモーニング娘。はね、引っ張っていただいて、ね、時には影を支えながらですね、そして自分自身、福ちゃんもですね、輝いていってほしいなというふうに思います。で、福ちゃんがいたからこそ、ね、いるからこそ、ね、モーニング娘。もですね、ハロプロも、22年、ね、23年とこう今続いているというわけでございますので、ぜひ、ね、応援していきたいと思いますし、皆様もぜひですね、福村瑞希ちゃん、ね、気になった方、ぜひね、ついでにハロプロやモーニング娘。ね、20もですね、ご興味持っていただければ幸いでございます。本当にね、福村瑞希ちゃんを真面目でおっとりとしてますし、こう優しさもあるですね、魅力的な女性でございますので、一人でも多く推しが増えたら幸いです。ということで最後までご清聴いただきありがとうございました。ね、
ぜひチャンネル登録ですね、とか高評価もお待ちしております。今後もですね、まだあと 2,3 冊ぐらい写真集ですね、今後まあ届いたらですね、ご紹介してまいりますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。それではまた。推しのために今日も働く。